9月28日は、グレゴリオ歴で年始から271日目にあたり、年末まで、あと94日ある、ノルマンコンクエスト。イングランドを征服した、ウィリアム一世は、現代に続く、イギリス王室の始祖となる、第一インターナショナル結成。第一インターナショナル創立宣言を起草した、カール・マルクスが、指導権を得る、ダッ下日後期ハイジャック事件。 福田武雄総理の一人の生命は地球より重いの発言で知られる天傘革命と呼ばれた2014年香港藩政府でも。デモ隊に催涙弾が放たれている写実的な人物像と強い陰影でバロック絵画を代表するミケランジェロメリージダカラバッチオ誕生。画像はエマオの晩餐イギリスの建築家ジョサイア・コンドル誕生。右は 旧岩崎邸庭園にある岩崎久屋家山地本邸洋館建築家長野右平地誕生右は日本銀行本店別館修道士カドフェルシリーズで知られるイギリスの女性小説家エリス・ピーターズことイーリス・パージター誕生女優ブリジット・バルド誕生アメリカ合衆国のソウル歌手ベンイ・イーキング誕生代表曲はスタンド・バイ・ミーエマニエル夫人で知られる オランダの映画女優、シルビア・クリステル誕生フィンランドのレーシングドライバー、ミカ・ハッキネン誕生テニスプレイヤー、クルムダ・テキミッコ誕生ロシアの総合格闘家、エメリア・エンコ・ヒョードル誕生をキリスト教家を進めた、ボヘミア・公バーツラフ一世、弟、ボレスラフにより殺害。死後、チェコの守護聖人となる、ヨウ・フカ・シシュ、リュウヒカリ・大胆タン・ツグ・にアサヒボ術の聖変により、 軽視した、清の官僚たち。母実ク君主と呼ばれる反アラブ主義を推進した第2代、エジプト共和国大統領、カマール・アブデルナーセルボツ、第263代ローマ教皇、ヨハネ・パウロ一世、在位33日で旧世フィリピンを20年間支配、したフェルディナンド・マルコス、亡命先のハワイで死去。ありがとうございます。